インポスター、慎太郎サントス、まずは藤宮君から切ります。あ <laughs>、オラックなんかはげてるんだけど、この人。いいね。配置が結構オシャレっていうか、良き感じになってる。あ、いるんだ。はいはいナイスナイスナイス。ナい。オッケー。え、<laughs> 荒いな。辛さ、荒いな。あら <laughs> い。荒いっすよ。よし。

ちょっと紛らわしい格好すんのやめてもらってもいいですかこのこと言うなよ俺やでよこれ俺やでもうなんかいっぱいさお前あ、C スタ本当だ行こうよ紛らわしい行こうよじゃない早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 いよ藤宮、俺をパクるなもうすぐ帽子かぶるんだから宿舎前一択ナイスいいね宿舎前てか今宿舎前四人いなかった珍しくね 基本的に所定じゃなくて2番手から宿車前脇ってあんまりいないけど2人いるのはなかなかのレアけな気がするめいやいいね今の動きオラフ君の軽快なステップ白いわねえ手入れなんか直しませんよ僕は肉肉キャベツナイスオラフ君 さすが僕らのオラフ君ですわ。アップロード終わるかああ、まあ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 、知らなかったんでよし。あらららおいあらま高田さんは絶対無理かな。あ<ー>いあれは、あ,あれはシューさんか。そってキッチンいましたね。あ、キッチンいたんだ。えーっとトックピットで一回合流して、停電の後に分かれてる。<お><で>最初、ミーティングにさんとソジミあります。 はい。コックピットにシーンも走っていきましたね。コックピットには行ってないですよ、僕は。オラフ君もそこらへんましたけど。オラフ君んシンタロさんが聞こえごめんなさいね。最後、武器エンジンあたりにいた人って誰僕です。オラフ君です。オラフ君の容疑濃厚。たぶん、足湯さん、展望デッキで蹴られてると思う。展望ド展望あごめん、展望はね、最終は太郎がいがアップロードのとこに。 はい、間違えました。えっと、白、上剣かぼつで停電直しました。はい。白で。えっと、バイタルにいた人って。あ、じゃあ嘘、エリキにいた人って。エリキは僕と高田さんがいるはず。えっと、最後。メインで高田さんと女性室で一緒にタスクをやった後に、 高田さんが抜けて多分僕もすぐあと出たタイミングでアルマくんが女性に入って、ね、あごめんなさい慎太郎って行動ルート言ってみて行動ルートは宿舎前エンジン通信室武器庫キッチン展望武器庫では見てます<ん>おおじ見た時って展望どんぐらいついてたの時間いえ、しかもずいぶん長いこと一ついてたうん,うん最後配線とアップロードぐらいまでやってるんでまあアップロード終わってないですけどまあオラフトインポスターだったらほぼ慎太郎もインポスターでいいかなと思う で、メインメメイインン誰やアルマですよ。一人だけ。なんかエンジンとブキコってあって、オラフ君はエンジンですかブキコですかえっと、え、あ、ブキコはエンジンできましたよ。エンジンまで多分ギリ抜けてると思う。あなるほど。はい、エンジンです。両方ついてたわけではない。メインは何個ついてたんですかメイン2個ついてたはず。あら。アルパカなのか、最終までついてました。えっと、うん。あ、高橋さん。あ、じゃあ違うんじゃないアルマと死体じゃないじゃん。 誰もいないなんだったらどこメイン,メインエレキワディって言ったって思うエレキに言って言ってたね。メインスメインしたいメインスタイういうのコロンシーアドミンを見るだしたからアレマ君がインポスターだったらかわいそうでしょ。ちょっとかわいそうだからお土産させてあげようぜ。サバ直さないで。まあメインがしたいなんだったらアレマ君が再ヒットになってきそうですけど。どうなんでしょうかね オラフ君、展望から出てきたもんね。だからメインに死体がある場合は、関われなさそうだけど、ボタンを押した。はい。はい、ナイスボタンスライチがメインなら僕も余儀入っちゃう。メインか。まあ確かし。あと、エリキニにあとから入った組も、どっちだっけああメイヤさんかなでも、ほぼ同時に降りたと思ってるよ。俺、高田さんが、えー、と女性に出た瞬間に俺も出てると思ってるから、アルマ君がすれ,すれ違ってるんじゃない<性> アルマ君がさ高田さん僕の順番に停電中にすれ違ってるはずだけど結構ああごめんごめんアルマって除染入ったのあそうですでももう僕除染してもらう、ね、僕高田さんしか見てないうああ除性入ったと思うわじゃ除染入っていく人物のペット連れてるっけアルマってあペット連れてないですよ僕あれ今回あれ僕除染の中に高田さんとはすれ違ったけど目安に部屋が見えたような,かな気がするなマシュさんは違うかさすがに で敗線と除線が残り10パーくらいまでは行ってます。最終目撃って、おまおじさんのコックピット残しなんだよね、足湯さん。うん。おまおじさん、こ残しっていうか、俺が意図的に残ったっていう形になります。で、おまおじさんはどこまで移動してるんですか移動はしていません。ずっと見ていました。で、だから、222と点在してるのが、ミーティング、メイン、エレキ。あ、おまおじさんが残ったのね。で、足湯さんはどっか行ったのね。コックピット行きました。しかも停電の前にどっか行きました。前かじゃあ、結構前だね。 222はい。で、えー、っと、22に点在してたのが、えー、ミーティングメインエリキ。で、展望に1位置。で、その後とキッチン武器とピカピカしてて、最後にエンジンに一個ついたって感じです。ううまあ、メインにしたいだったら、ううん、シンタローラフも否定できますね、お互いに。キッチンで出会ってます。うんうん、そうそう、メインだったら、はい、きつそうっすよね。あまあ、うん、キッチンメインベントある。高田さんは絶対できないと思う、とにかく。メインだったとしても。こう。 さんからさ、うんは、うん、まあ、メイヤもできなさそうだけど。うん、シさんってほぼ多分同時にね、降りてるレベルだと思うんだよね。まあ、一応俺の方が先って感じ。うん、そう、高田さんの方が先なのは間違いない。え、マージさん、足尾さん、停電前に抜けてるんですよね。抜けてるっていうか、俺と同じあのここ、ね、ハンドルのタスクやっとって、<laughs> 俺が先に終わって、ダウンロードの方を俺奥やりに行ったのに、その時に停電が始まって、もうその時に足を差抜けてきってただに。うん、たらなんか、新太郎さんとすれ違うんじゃないですか目安が全然違うんじゃない,ペい,い何ペットついてましたっけさんとスの趣味あって、互いに否定できないのてか、どっちかが先に登ったみたいな情報ないのかなそれがあればでかいんですけど。 うーん、まあ、アルマ君が一番キルできるチャンスはありそうなんだけど、まあ、おまおじさんのアドミン偽装とか、いろいろあるからね。あと、メイヤタカダニロとかね。メイタカニロもあるし、まあ、あすらなくていいかなと、思いますね。ほら。 怖いわね次は誰が死ぬのかしらどここれかあれザル怖いなこの静寂誰が死んだっしょう。さがにおまおちはい、はい、ーえー、っと おまおじさんの体がえがラウンジにありました。ラウンジの扉のところですね。アーカイブとラウンジの。これはめっちゃ白出せるね。最終日めっちゃ白出せるぞ。あ、白の診察室の扉前にいた人誰ですか僕。ああ、じゃあ無理か、メイヤーさん。メイヤー田無理です、まず、とりあえず。で、サントスもその辺にいて、梅イケンもい、アルマもいます、そこに。アルマもいたか。で、ラウンジでシンタロフジミヤが合流したんですけど、えゴールしたんでどこのトイレにいました ラウンジの左から2番目でタスクやって、最終が貨物で終わってるからめっちゃ怪しいですけど、ラウンジの右から2番目でトイレやってました。え、どのタイミングでえ、停電も中っすね。あ、中か。そっからもう出てます。貨物で停電直します。はい。はい。弁当使ってます。インポスターの弁当を見ました。アーカイブから入ってました。えっと、その弁当を気づいて、扉開いて、レポートって感じです。なおさら、エレキ組絶対無理やな。 えこれって客観から見て僕、不思議オラフしかない。ない。弁当なら新太郎ん、うん。だったら俺、オラフ君違いそうだから、不自ローラーしてほしいな。うん、え、アルマさんな無理なんすかオラフ君。アルマ君は無理だね、今回は。エレキにいるのを見られてるっぽいし。うん、でも、直近の弁当だった新太郎さん。え、何秒前ですか、その弁当はえ、もう3秒前です。3秒前ならほぼ、え,えっとラ、ラウンジから貨物まで3秒以上は新太郎さんと並走してるので、 あ、ごめん、俺はね、は並走してる感覚はなかったわ。うん、申し訳ないけど。位置は合ってるんだけどね。あとりあえず、貨物で手で直したのが僕なんですけど。うん、うん。だから、弁当だったら新太郎さんはそも新作前のメイヤーさん見たって言ってる、アルマ君の情報って、メイヤーさんの弁当ないですかアカイブから貨物に飛んで。新作前にあ、今回、俺が弁当するってこと、うん、あ、はい。 あそれは絶対ないです。あ、オッケー。それこそ直近で弁当使ってんだったらもう、うん、なおさらないですよ。はい、よかいです。弁当は新太,郎さん使新太郎さんがインポスターだとしたら弁当は別の人だと思います。えなんか分からな,かった <laughs> ないですけど。新浦すごい言われ。さっきの一発目の議論だと新にしか見えない。 うん、あれメインなんですよね。メインでいやしいや、新オーラはもう、新オーラとか成立するじゃあ、ボタンでロラしましょう。え、だって、おまおちさんが死んだってことは、おまおちさんのアドミン情報が正になってるんだから、メインがしたいでしょう、ほぼ。その場合に、切る無理じゃねあ、やばいな、これ。藤宮君の目の前で切られたら、俺が容疑者たちになっちゃうな。 殴り合い勝てるかなこれ。合 <noise> い,いがる、ね、合、まあ、い,いが。おい、ナイス。はい、ナイス。えっと、オラフ・シン郎の場合は、所定のキルができなさそうってことをね、言いたいですね。 メインホールの下はだって、おまおちさんのアドベン情報からほぼ確定だから。だってメインが下いかどうか限らないから。<laughs> でもメインにエレキ2があって、エレキ2が高田メイやで、メイン2がアレマ君プラスアルファでしょだからインポスターがいた関係ないから。 ああ、展望が天望一があ、てこまで追われるか。クロスしてるのも、ただ、成立しないか。ああ、なるほどね。慎太郎さんがメインで、死体が展望の組み合わせいいのああ、と、単純に重い出のミスもある。もう一回確認なんだけど、僕とラフ君と藤宮君以外は5人とも今回の件で関われないってことでいいよね。いや、待って、でもね、藤宮から慎太郎が弁当入れないっていう情報が出るのと、 昼の,、ね、の時間はオラフ君の言ってるのが正しいはずなの、バイタル見たから俺とメイヤがん。あ、そういうこと、え、死んでるとこ見ました、だからさん。いや、死んでなかった、俺とメイヤが上向かった瞬間に扉、ね、開けるぐらいであれだったじゃん、下開けはい,はい。そうですねはい、オラフ君の言い分は正しいはずなんだよ、多分あ、だったらね、一応、メイヤア,アルマがあるわ。 メイヤーアルマサントスでシロシトやってるかも。メイヤアルマは絶対なくて、さっきのキルに関われないです。歴キで最終アルマサントスが見合ってて、で高田メイヤが見合ってます。フ宮から見て、慎太郎はその3秒以内だったら、3秒前だったら5秒だったらじゃあ5秒。でも二郎のカバヤがないんですよね。5秒も厳しいと思う。てか、2人でラウンジからカボチに歩いていくのを見たら、アーカイブから入ってるって情報がなんか、 変になっちゃうけど。不自があ、るんじゃないあ、ロラでいいですよ。あ、まあ。うん。客観的に見て。まあ、それ僕が怖かったのはなんか二郎の輝いて、ここの白白だったんだけど、それがないんだったらもう、今日からロラ始めてもらっていいです。村人で、いやもうないよなエレキで屋さん。いや、エレキでね、感覚的に厳しいんじゃないのオラフ君が例えば黒で嘘の情報を言っており、エレキの情報とかはあるかもしれないけど、

高イヤやまあ、ありよなタスクは終わりそうなんだけどゴミあるんかいゴミうさも浮きまくってて草ゼ0番7番3番 あー。ミーティング行こっか。キルがまとまって起こるんならそこだもんね。ヌーンガシャ引きますか。ちょっと距離があるから。あら、梅ンさんいるわ。でも梅ンさんの死人銃を掘らせる、これで。これやばいな。大丈夫かな,なんか誰もいなさそう、これミーティング。あ、これやばい。 切られたらやべえな。あれ。ボタン押してくれ。四切れで負けるこれ。無限さいたし。高田さんボタンある。あ、え、死んでるの。え、はい、えーっと。ちょっと待ってよ。えー、っと、待ってよ。一二三。2 3あれでもこれ。 オラフ君、<と>待って待って。オラ、無理しないオ。オラ、アルフ。あれオラフ君したい場所は？えっと、ミーティング場で。普通のしたいがミーティング、ね。ここ藤宮ア,アルマオラフで同時はっ、あでもオラフ君一回エンジ行ってるか。あれ僕全然二人に白出せないですよ。で<ー>えっと梅健さんと新様とメイヤさんの位置を教えてほしいです。えっ、ー、とえっ、ー、とどうしようかな。最終は梅健新太郎は昇降機右側。で梅健さんが停電直してる。ルーのとこですね。 僕ミーティングで待機してました。あ,あじゃあメイヤさんですね。えっ、ー、と停電になる前に僕タスクしてる時にシ太郎ロくんと高田さんがいたんですよ。うん。えっ、ー、とミーティングそうシンタカでいて僕が先に降りて停電直しに右側に向かったって感じですね。でそのタイミングで停電になりえっ、ー、と僕はてボタンまでずっと待機してたので多分シ太郎ロくんが切って右に行ってるんだと思います。 えっとさっきのキルが、高田さんが僕が無理だったってことは高田さんが証明してくれてるし、書店のキルも僕は高田さんから白をもらっている。で、高田さんが切られた以上、高田さんは白であり、僕は今回のキル、めちゃくちゃ確かに怪しいかもしれないけど、僕はキルできない、してないんですよね。まあ、おそらく、アレマ君、確か書店キル高田さんは死にしたけど、メイヤ君は死にできてないんですよね。あ、そうそうそう。だから、一緒に降りタ高田さんから死にしてもらってる。高田さんと一緒にエレキに降りてるから。 ああでも、いかすほぼ同じようていたしい、えっとね、前は、高田さんが歩いてると。メケが長いこと、あ,あ、まあ、そっか。エレキにさっきの1個前のやつだったら、メイヤさん、高田さんがエレキに長いこと言ったのは僕は見てるから。うん、<え>てか、その前も、前高田えっと、だったら僕が、えー、アルマ君と一番最初に、あの、女性から一緒に出た、高田さんと出て、アルマ君とすれ違ったって証言をしていることから、いや、ちょアルマ君にこれはね、話しかけないといけないと思ってて、 カレンのキーは絶対ないのシンタロくんは僕もあるかもしれないけど、カにンミヤくんがしょっちゅができなくて、僕もメアフジミヤは成立するんで。同じくです。これみんな結構皆さんになってくるから、ちょっと待って、シンタローさんにやってますけど。僕はメアくんに入れます。僕が今、ミーティングにいるっていう意味がないんで、ミーティングに言っます。僕メフジミヤてくてですか僕もメアいや、これ。ええマシいや、僕はメミヤをしてくれてる なんで僕はミーティングにいるって必要があるのかのいやどうせアドミン情報あーメーケンさんの票が合わなかったか基本的に負けたなこれは俺ボタンないしねタスク勝ちも多分無理しようあ、メゲンさんましか固まってんのかこれやばいこれ米そばで負けやボタン持ってる人そもそもいるのこれって んだよねレポート連打勝負かいるあいないのいや、夢剣さんこれねいや、これしん危ねえあぶねえ。あ,あ、しんたらさんしろか。 えっとまあ、オラフ君の死体と<え>そこを横切る藤宮君見てます。で、僕はもう、これ、明屋慎太郎とかってありますなんで、俺は無理。さっきえ、本当に弁当が多分えっと慎太郎さんは弁当が絶対あの、えーっと、オラフ君がアーカイブで発見したわけです。<laughs> うん、で、絶対、えー、僕視点だと弁当が、オラフ君の時間で言うと5秒でも慎太郎さんは弁当が使えないんですよ。 じゃあその場合さ、弁当に入りうる人物がいなくならない、うん、この視点で。藤宮君目線で。うん、だって、メイヤー・アルマウメケンってほぼ全員がエリクトから死にし合ってるって話でしょ、うん、でも、えー、最終、メイヤさんが診察室の扉前まで来てるから、うん、そう、高田さんと僕で、アーカイブから飛んで診察戻っては一応できるんじゃないですか 相当厳しいと思うけど。もう今レポートしてるから、藤宮メで見てます。僕は、新ジメさんに入れますよ。今日は集めましょう。うん。さっき言われたし、<ー>もう明確に言います藤宮さんに入れます。シンタロー。僕はシ太郎さん入れますけど。えっと、<ー>ちなみに弁、ま、当、あ、ね。そうだ、弁当は多分、オラフ君の偽装がだったんだけど、それが今回なくなったんで。うん、そう。 僕、視点だと弁当使える人がないですよね。え慎太郎さん、今、コミュんサボ一緒に走ってたじゃないですか。はい。で、途中で引き返して、レポートしたじゃないですか。うん、なんか、ちょっと鮮明にちょうだいその光景を。えっとね、僕はもう、梅犬さんもクルーで置いてるんです,、うん、ですよね。藤宮名誉を昨日から置いてたんで、コミュんサボ直すのは任せようと思って、うん、俺はダブキリされるの怖いから、レポ連打して、宿舎前の方に向かおうと思ってたら、うんうん エンジンでたまたま光って押したって感じ、うん、でそのタイミングで藤宮くんが上から下ってきてこうなったあーなるほど僕は宿舎前から降りてますまあ基本的に2度降る場合俺がレポートする必要がないと思ってほしいこれは間違ったらもうんまあ後ろに梅圭さんいたからまあレポートするじゃそうそう,そう梅圭さんを切った方が楽かな俺がインポストになったらごめんね間違ってたら。ただこれボタンがないかみんなない頑張れ <laughs> 不自信ローラーで良かったな。じゃあ、あ梅ケさん俺が直すからいいよ。素直に不自信ローラーすら良かったな。あれはくまタスク終わってそう。<laughs> はあ。お キッチンでやれキッチンでさせあーナイスボタンあるのかボタンあるなら負けだあはせやな <laughs> そっかいや申し訳ねぇなキルクルギリギリたまっていやぁいやでも俺メイヤさん信じちゃったなぁしんたさん入れちゃったもんさっき まあ確かに、高田さんね俺結構怪しかったんだよなミーティングで置いてきたから、メケン目線はめっちゃ怪しいと思ったわ俺がそう,そうそうそう、左行って、メヤさんう,の言うこともだって全部理にかなってるからね、アドミン見てるかわかんないから、ミーティング言う必要もないし、うん、みたいなのも。はい、アドミン見てると多分言われてないとは思ってう。高田さんが死んでるからね。あ、ごめん、アドミン見てるとは言ってなかった。一応言ってみましうん。 これ、メイヤ君切ったのっタカラさんだけそれで信じてしかった、ね、いや僕が切ったのは、えー、っとおまおじさんとサントスさんと高田さん。そんな切ってるんだ。めっちゃ切りましたよ。てか高田さん切っは <laughs> 僕にキるしてるんで。<laughs> わお。ごめんな、藤宮俺にはこの盤面は返せなくなっちまった。うまいな。もう、でかも、疲れる試合が多すぎる。<laughs> 楽な試合がいいよな。<laughs> もうちょっと簡単なキルしてくれ。はい、どうぞ。の目の前で、アレモさん切れたんですけど、ちょっと迷っちゃって。いや、そう申し訳なかった。いや、最後ね、僕、貨物で沸いちゃって、どこでキルできるかなと思って、必死にベントで宿舎巻ってんだけど、取られ、あ、しょ、リフト行ったんだけど、レポートされちゃった。ごめんね。いやいや。